みんな見せていい？もう体勢きつい、体勢きついので見せちゃいたいと思います。でん、届いたよ無事。最後はメイドさんです。メイドさんになっちゃった。かわいい？メイドランディです。買ったやつがね、無事に2時間前くらいに届いて、無事に着れました。可愛くない？このメイド服。私ね、チェックが好きって、まあ、ランディークイズでも何回もやってるんでもう分かってると思うんですけど、このチェックのこれが可愛くて、あとこの絶対領域と言われるね、このニーハイの感じ。なんかさ、結構さ、こういうコスプレってなんかテロテロもテロテロなのもあるし、めっちゃ短いのもあるから、なんか L 買ったんだよね。なんか M でもよかった。ちょっと大きいかなって感じがするんですけど。ハロウィンだから。最後はハロウィンらしくメイドさんです。メイドさんだよ、みんな。可愛いって言ってくれないと怒っちゃうぞ。リボンもね、可愛い。ドキドキしちゃう。なんかメイドさんって言ったらツインテールっていう感じもあるので、ツインテールにして、このリボンのこのカチューシャもねついてきたんですよ。このこれもついてきたし、カチューシャもついてきたし、すごい。はい、ちゃんとメイクもしてます。もえもえ、わかんない。メイド喫茶に行ったことないからわからないけど、こんな感じなのかな。なんかよく秋葉とかはね、その秋葉のタピオカ屋さんによく行ってた時、まあ、メンバーとかと行ってた時があるんだけど、その時にね、よくメイドさんに、いかがですかバカにしてないですよ。自分が可愛い声が出ないだけで、いかが
感じで声をかけられたことあるし、全然なんかメイド服着たお姉さんとかとは全然会ったことあるんですけど、30分までじゃないわ、7時までだ。ということで、なんかアイドルの衣装をすごい着てるみたいなんかメイドってかよりかアイドルっぽいですね。ベンさん、アットマーク、エイトとランリー頑張れ、めっちゃ可愛いタワー、ありがとうございます。ありがとう。萌え萌え萌え。ありがとうございます。だからすぐ調べないのって。すぐ調べないのって。あれですね、先ほどタワーを建ててくれたミンチャーさんと、昨日言えなかったベンさんのタワータイムに、すみません、なんかリボンがおかしくなっちゃって、これ昨日のやつです。昨日の23枠目のやつ。ベンさん、アットマーク、エイトとランディ頑張れ、イベント6日目2日連続クマタワー、ありがとうございます。仮装どうでしたか。昨日のチャイナのやつだね。チャイナでもなんでもないんですけど、ごめんなさい。ありがとう、昨日のやつです、これ。ありがとうございます。本当だ、日が抜けてる。ありがとう、これ昨日のね。そしてみんちゃんさん、これは今日の朝のやつです。25枠目、イベント7日目、朝からクマタワーありがとうございました。もこもこパジャマ気持ちいい、寝起きランディでした、ということで、ありがとう、朝からタワーありがとうございます。えいえいえい、こんなレアな、レアですね、こんな、これレアですよ、この、これはこの、この、この感じ。レアランディです。いつもはね、仮装で、仮装したとき言ってないけど、今日は仮装した状態で、あれやり、あれです。すごいやっぱね、自分が好きな服を着るとなんかやっぱり若々しくなるね、なんか自然と笑顔になり、ね、なれます。自然と、なんか一番私はこのメイドちゃんが好きです。
なんかね、久しぶりに可愛い服を着れてなんかにやけちゃうよね。にやけちゃうぜ。いやもうなんか全部が好き、これのなんか私やっぱ可愛い衣装好きなんだなって思います。可愛い服が、うわこれでなんかワルキーとか歌いたいわ。リボンね曲がっちゃうすぐ。みんなからいっぱい可愛いって言ってもらえて嬉しいです。ではそのままカラオケ。さすがにこれ着てカラオケ行けねえ。さすがにこれでカラオケはいけへん。またねどうぞ。ありがとう。ベンさんこれ今のやつ書き書いた。イベント7日目リラ可愛いですか。可愛いよ。メイドさんランディです。ハッピーハロウィン。ありがとう。イエイ。ハッピーハロウィン。ありがとうございます。いや、ハロウィンっていいね。単純かよマジで。今日ハロウィンだから外出しても大丈夫。いやもうゴリゴリのパーカーで今から出ます。っていうかさっき TikTok チャイナ服で撮りましたよ。まあ漏れましたんで、まあ、今日か明日乗っけます。まあね、これはもうね自分のものだから捨てない限り。捨てない限りこれは自分のお洋服なので、レンタルとかじゃなく、まあみんなからもらったアマゾンカードで買ったんですけど、これはもう私のなので、可愛い服着たいなって思ったらこれ着ます。時々でもね着物も着ようかなって思ってるから。他にどこで使うのその服。え、使うとこないよね。しまうよ。だからしまうしまいます。シマウマ。まあねこれはねあれですから、着物イベントですからね。しまうっていうか、うるさい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 。またね、出番のあるときに。
私服で着てたらやばいよ。秋葉はまだいいとして、秋葉はもういい、まだいいとして、私服でこれ山手線とかなってたらちょっとめっちゃ目立っちゃうよ。誘拐されちゃうかもしれないからやめとこう。服が可愛すぎて。まあ、渋谷もギリ歩けるんじゃない。渋谷新宿もこういう人いそうじゃない。てか今日渋谷どうなってんのかな、気になる。みんなあと13分だよ。13分です。13分後にはもう終わってるよ。ちゃんと見ててね。すごい YouTube の渋谷のスクランブル交差点の定点1万人以上見てる。いやでも別にそんなめっちゃ人いるわけじゃない。ああでもなんか警備員とか多いですね。けど仮装してる人は別にいないね。普通にシンプルに渋谷に人が多い。YouTube で見てみて、気になる人。東京リベンジャーズが多い。あ、今危なかった。ひひん。なんか寝ようかなって思ったんだけどさ、なんか寝れなくて。寝るのやめたからちょっと眠い。隣でこれこうやって寝られたらみんなだったらどうしますか。隣でこうやって寝てたらリラが見てんぞ。いいよ、見てるって分かってる。多分
下ネタやめてくれ。まあそれくらいメイドは破壊力が強いっていうことですね。最終ありがとう。どっちがどれが好きなんだろう。どれが好きでしたか。結局のところ制服かチャイナかメイドちゃん。でも私的にはなんかチャイナ好きな人が多い気がするな。どっちなんだろう。投票したいけど投票したら投げれなくなっちゃうから。そのまま寝落ちしそうですね。しないよ。チャイナ派かメイド派かに分かれるのかな。メイドが好き？私はもうなんかエロさのかけらもみじんもないし、なんかセクシーもできないので、本当になんかこういうのをやるときはもう可愛さで売っていくしかない。ねえ安っぽかったとか言わないで。あれ高かったんだから、あれ一番高かったんだから借りるの。どうなんだろうね。でもチャイナでもメイド来てみたいな声が結構あったからメイド来たんですけど、メイドで正解だったかな。チャイナ服が一番恥ずかしがってた。嘘、別にそんな恥ずかしくなかったけどね。ただスリットが嫌だっただけ。全部よき？全部よきみちゃんですか。まあ全部雪に全部良いが一番まあ嬉しいかも。レインボーもね投げてくれて皆さんありがとう。クッキーもね持ってる方いたら投げてくださると嬉しいです。やばいな、いつもこうやってソファーでさ、これ昨日も言ったと思うけどさ、ソファーでこうやっててもさ、寝るなよってしか言われないのにさ、いつもこれ、この服着てこういう格好をすると可愛いってしか言われないの。なんか服ってなんか改めてすごい力を持ってるなって思った。やばい、この音楽が流れてるっていうことはもう時間じゃないか。
サザエさんにしてたけど、もう時間が来たし、来てしまったようです。皆さん終わりです。終わりです。ということでランキング読みます。あっという間の30分でしたね。ということでこの辺でランキングを読みたいと思います。13位、ふみさん、アットマークリラルラリラリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がうちでの小槌ポンさん、ありがとうございます。そして11位がめっちゃさん、ありがとうございます。そして10位がチョロさん、ありがとうございます。そして9位がいろはすさん、ありがとうございます。そして8位がサルキツさん、ありがとうございます。そして7位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がケンジーさん、ありがとうございます。そして5位がサチカちゃん、アットマークイベント期間はリラン中、イエーイ、ありがとうございます。4位がてんてんさん、ありがとうございます。で3位がじゅんふなさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で2位がハトブレイクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で1位がベンさん、アットマークエイトとランディ頑張れ、クマタワーじゃない、めっちゃ可愛いタワー、ありがとうございました。ということで続いては21時45分の枠となります。次はカラオケランディライブするのでね、最後の枠見てください、よろしくお願いします。ということでいっぱい可愛いって言ってくれてありがとうございました。私もやってよかった、やった甲斐がありましたありがとうございました。ということでまだ時間ある、見てね。次は35分の枠になりますので、いつもより長いです。ということでありがとう、ではバイバーイ、また後でね、絶対来てね、来てね、よろしくや、ありがとう。